こんにちは。所持者により今日限定で名前長いですか？気にせず。確かに名前長い今日。こんにちは。どうも。おはよう。ママさんファンレベル12。ありがとうございます。許可タムズ224。小ユンキーさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あと、カッキーさん、100回目の訪問、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。毎日たくさん発信して、本当に偉い生き物だ。だいたいね。えらい生き物だ。こんにちは。今日ともと225人。パタコさん。今月もありがとうございます。ありがとう。こんにちは。662ppm さん、200回目の訪問、ありがとうございます。ね。133ファンレベル13。ありがとうございます。こんにちは、どうも、カツオムの方、ありがとう。こんにちは。今日も買い物行く。暑いけど、行きます。っていう方、見に行ってくるわ。あるかわかんないけど。さいたかくんさん、ファンレベル11、ありがとうございます。今日買ったもの226人。ナオタンさん、今月もありがとうございます。ありがとう。なんこんにちは、どうもこんにちは。バットマスのために買い物やってくれるなんて、でしょでしょ。行きますよ。でもあるかわかんない、その浴衣があればいいけど。こんにちは、どうも。通信名件数計算ファンレベル13、ありがとうございます。何人さ、今日は変わんない、いらないよ、今日変わんない。こんにちは、どうも。目薬は買わなきゃな。薬今の時間で33度、体感温度30、体感39度。やばい。こんにちは。はじめまして。はじめましてじゃないでしょ。違うでしょ。まさかの暑いで車移動しただけで遊びじゃ。手で動かしたわけじゃないけど。手で動かしたやばい。やばい。気持ちねえな。ヘラヘラさん、ファンレベル13。ありがとうございます。マスモト、おいた、タノウラって、あ、オープンしたよ。あ、タノウララって、タノウララって何？タノウラって、あの、ビーチのところ、海卵のところだっけ？あそこにマスモトできたの？一緒の。こんにちは、どうも。ヤンワックス久しぶりにつけてみた？おしゃれしてんの、今日。こんにちは、どうも。そうだ、あ、あのビーチのとこにできたの。そうなんだ、田野浦。こんにちは、どうも。こんにちは、どうも。こんにちは。うららみたいなって。うららなんて山本リンダみたい。なんだろうか。こんにちは。くさみぐさんファンレベル13。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。
りょうかちゃんの声聞いたら、お腹すいてきた。私の声で。なんでよ。イヤーワックスつける部屋がない。あるでしょ知ってるんだからな。こんにちは、こんにちは。こんにちは。こんにちは、たまーん。たま、こんにちは。うん。黒い筋、緑の魔法、緑の魔女編か。緑の魔女編が、来年放送されるの。見なきゃな、早く。まだ昔の方でついてるか。見なきゃ。漫画も見たい。久しぶり。こんにちは、どうも。こんにちは、マッチョにはスキンヘッドだよ。スキンヘッド急に何よ、どうした、マッチョマッチョにはスキンヘッド急だなこんにちは、どうも。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お腹すいてきた。くまたかさん、ファンレベル中にありがとうございます。ありがとう。初音の方もありがとう。こんにちは。今からポッカミを取るの、いいなぁ。いいの。こんにちは。もう初めから間もない強豪アラスにぶつけ、多分サミに押し上げる許可と思ってすごい。ね、ありがとうね、みんな。ありがとうね。お店に閉ざされましたって書いてあったからびっくりしました。あのゲームね、動画見たらわかるよ。一番乗りは、カニちゃんのまた可愛い、買えようかな、買えようかしら、ぜひぜひぜひ。平場100完了、ありがとう、ありがとうね。こんにちは、どうもー。浴衣もになると聞いて見に来ました。いや、今日買いに行くから、あればね、あればよ、あればないかもしれないから。2度目の方ありがとう。こんにちは。もともとの新メニュー、キャベツたっぷりビーフレモン弁当、確かに美味しそう。こんにちは、たまん。うん、夜ご飯ペヤングじゃないよ。違います。夜ご飯なんか作ろうかな、配信終わった後。こんにちは。レモン好き、レモン、普通でもあんまり選ばないね。あのメニューにレモンって書いたやつあってはなかったと言いそう。え、そんなわけない、行くんだからお店までわざわざ。外で食べない今日。こんにちは、たまん。
ちは。どうも。ひどい。ひどい。何ひどいって。何がよ。何が言いたいんです。何がひどいね。こんにちは、たまん。盗撮するおじさんがひどい。そりゃそう、八番の刃だね。じさん。こんにちは、たまん。こんにちは。こんにちは、どうも。こんにちは。こんにちは、どうも。ゆかちゃんのためにお出かけしてくれるだけでも嬉しい。買いに行ってくるよ。まあよくわかんないけど、電車の中で堂々と撮影してるおじのこと。そう、八番の岩のね。八番の岩、こんにちは。かささん200回目の方もありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。たくさんありがとうございます。二度目の方、ありがとう。こんにちは。うん、ボランチさん。なんか織姫、ありがとうございます。ありがとう。織姫は、なんか彦星はポイント的に人気なさそう。人気なそう。もうあんなのね、ちょっと待ってね。これね、よいしょ。はい、グランチさん、織姫とは。ありがとうございます。ありがとう。もう見てるから。2度目の方、ザモの方、ありがとう。こんにちは。浴衣で関係しないよ。しない、浴衣は。こんにちは、どうも。やっぱありがとうございます。こちらこそ、ありがとう。ケジンおさんさん、ネブスト、ありがとう。ありがとうございます。今日7月なのかね。もう足んなかった。早い。こんにちは、どうも。おじさんかくれんぼしようって言ってきたから、確かに。おじさんがかくれんぼしよう、かくれんぼしようはあったけど、見つけ、私が見つける側だったけどね。女の子と覚えてる、女の子とかくれんぼするやつ。ねひめと、でもそれは毎日出てくするまでショールーム、するまでは使用ルーム言われた方だと勝手に思ってた。使用ルーム、どんなこと、どういうこと、使用ルーム。こんにちは、どうも。いい天気。でも今日いい天気すぎて暑いでしょ、今日も。やだな。梅雨どこ行っちゃったの。梅雨。あ、ツモの方、二度目の方、ありがとう。大丈夫。たま、だるまさんが転んだとか必ずもらえよと。
いやーむずいよ、むずい。ヤゴさんこんな、たんゆうくんさん200回の方もありがとうございます。ありがとう。ね、今日かたむず228人。ヤコニーさん今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとね。こんにちは。たまにだったのがいつの間にかほぼ毎日になっちゃって、確かに近いね、ほぼ毎日で今もやってる。二度目の方ありがとう。こんにちは。暑いのじめじめ嫌わかる。いやでも、でも暑いのも嫌よ、暑いのも嫌。夏物の方ありがとう。こんにちは。二度目の方もありがとうございます。夏のじりじりする暑さが嫌い。わかる、わかるよ。暑いのが嫌。そうそう。巨人今日買ったもず600人ということで夜間警備、今日はしないでも、今日はやんない。浴衣で夜間警備嫌よ。こんにちは、どうも。お疲れ様です。お疲れ様。宇宙に移住、宇宙に移住したら確かに暑くないか。大変よ。今日は大丈夫よ。ほんの40度くらい、ほんの40度、めちゃくちゃ暑いやないか。めちゃくちゃ暑いやないか。お兄ちゃん、ウィリフの牛カルイベント前も270ぐらい食べた。お腹いっぱい結構入ってる。美味しそう。ソメ文字は何、ソメ文字なんですか。子供の頃日焼け、え、でもそんなしなかったよ。そんなになんかさ、なんかあるじゃん体質でさ、こう焼けてもさ赤くなる、なるタイプの人とさ赤くならないタイプの人がいるじゃん。赤くなるタイプの人あんまりさ焼けてもそこまで黒くならないじゃん。赤くなるタイプだったから、そんな真っ黒になったことない。確かに40度のお茶って飲んだら、飲んだらぬるま湯。はい、宇宙脱いよ。ケガとの生まれた時毎日涼しくなってほしい。タイのバターの寝言それかな、私も。涼しくなりますようにって。夏が。二度目の方ありがとう、こんにちは。フランイラスのおしゃれで涼しい。なりますように。え、頭がクラクラした。今日も言ってんねん、ダジャレ調子いいじゃん今日も。頭の方、二度目の方ありがとう。こんにちは、どうも。お願いします。確かにね、ちょっと涼しい夏来ないか。夏にす湿度高いな、日本ぐらい。あ、そうなの。そうだ、知らなかった。今日調子悪い、調子悪い。大丈夫、これからや、これから。お邪魔して。本当ですか。違うでしょ、多分。ほら、こんにちは、どうも。初物の方、二度目の方、ありがとう。こんにちは、おはようございます。おはよう。おはよう。こんにちは。たまーん。こんにちは。たまーん。寝すぎました。いいな。寝すぎた。私も、この後寝たけど寝る暇なさそうだな。ご飯食べて買い物行ったら起きてよ。明日はいっぱい寝るから。こんにちは、たまーん。すのりさんがフォローしました。外したないかい、外したな。なんか日本の日本のニホームがメッシュだったのは2002年の日韓ワールドカップ
そうなの。私の前だとした。こんにちは。今日はなぜかニコニコしてる。なんでよ。寝ながら買い物。無理だろ。無理だ。器用すぎる。明日月曜日だ。いっぱい寝る。明日月曜日。月曜はいっぱい寝る日。お疲れ様です。お疲れ様。うん、ほら、ありがとう。ありがとうございます。こんにちは、たま。かわいい、ありがとう。ありがとうね。ごめんなさい、命ばかりは。大丈夫よ。そんなこと言ってない。そこまで言ってない。あんたもの方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。たま。明日も忙しい。行くよ、地中海。地中海ってとこやった。名前はあいつね。イベント今日までです。今日の22時です。多分いっぱい寝るわ。23時間ぐらい寝すぎだろ。一日のうちで1時間しか起きてない。寝すぎだろ、それは。こんにちは、どうも。かわいい、ありがとうね。ありがとう。普段のフォロー外すんで重罪が過ぎるだって。誰ですよ、みんな。外しちゃう。229人、タッキーさん、今月もありがとうございます。ありがとう。こんにちは。初見さん、コメントありがとう。こんにちは。ナンバーワン、すんげーかわいい。点多いな。超多いな。ありがとうね。初見です。初見じゃなかったわ。寝すぎてね、おい。え、でもわかるよ、わかるから。あるよね。寝すぎてね、別に。こんにちは、たま。はい、さい、お嬢さん。こんにちは。かねやさん、ファンレベル11、ありがとうございます。日韓ワールドカップのベルギー戦。いい？チャリで見れた？自転車で？自転車で見れた。そんな強かったの？二度目の方ありがとう、こんにちは。今日買ったまず230人。ウリンベルさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ね。ジョン・ケイです。誰ですか？誰ですか？私が撮影に入ってのは、私が撮影に入ってないです。こんにちは。はじめ。まして。負けただけやん、それ。味の素スタジアムの総選挙は帰り徒歩だった。徒歩、そんな近いの。二度目の方ありがとう。こんにちは。200回目の方もありがとうございます。ありがとう。あ、コジアスさん、名前読んでなかった。コジアスさん、200回目の方もありがとうございます。ありがとう。やけどか、私もなんか、そういうスポーツ観戦行きたいな。バレー見に行きたい、バレー。どほほ？どほほ？何？点多い、ナンバーワン。点多いよ。多いよ。ね。バレー観戦。そっちのバレーじゃないんだけど。バレーボールね。男性行きたい。そっか。男子もさ、なかなか出回らない。確かに。まだ持ってない。今カラオケしてるやつけど、結構前だ。なんと55点も取れました。55点。すごい。すごい。さん投票してきた。どう投票してきたって。こんにちは、どうも。競馬がいいです。競馬がいい。好きだな、競馬。他のルームは結構いるからな、やってる方。競馬あの方いるから。
井上の方ありがとう。こんにちは。どうも。スポーツ観戦。観戦しちゃってるのか。うん、いた。これなんて思う、これ。鳥に、なんちゃら見に行く。これ何って書いてある。鳥にいた、もしかして。今週読めないんだけどさ。なんか見に行ったことないな。スポーツ見に行ったことあるのは、バレーボールだけですね。よいしょ。よいしょ。バレーボール。小学校の時に、クラブチーム入ってて、そのクラブチームの子たちと、ひなこにね、ありがとう。投票。こんにちは。どうも、2度目の方ありがとう。よかった、むず。231人。ダーさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。あ、e スポーツは見たことあるけど、でも、イベントね。なんか、大会はないや。前、バロンとやってたけど、VCT。 見に行ってないです。ゲームも今日は七夕賞、七夕の日の七夕賞って珍しい。あ、そうなの。ウィザーの試合のゲストに来てください。行きたいよ、行きたい。見てみたいな、本当に楽しい。目に入ったら投資番号見てみて、同じ番号の連続とか1234みたいなとか取っとくと、そう価値が高いってこと。うん、ワイモーラ代表戦じゃなければフラッと見に行ける。見に来たい。ザモの方ありがとう。こんにちは。どうも。どうも。男子バレーが見たいな。男子バレーの方が迫力があるじゃん。男子バレーも面白いけど、男子バレーも行きたい。許可たむずるはほぼ600人になりましたさ。ほぼ600人になりました。クランチさんね。ファンレベル34。ありがとうございます。ありがとう。ほぼ600人になりました。ありがとうございます。こんにちは。どうも。オリンピックはたぶん入りが始まる。いや、見に行きたいな、バスバレー。なんでみんな戻る方のバレーだと思うんだよ。なんかないでしょ。こんにちは。どうも。100キロありがとう。ありがとうございます。あ、そこの方もありがとう。こんにちは。地面と入らなかったらバレー取る張り打てあるわけないでしょ。ないですよ。入んないです。それ入れるか。ラリー続くよりスピーディーに進むのが多く。ラリー続くの面白いよ。面白いけど。うん。どっち面白い。初見です。あ、そすけーん。そすけ。略してほぼロピア。ほぼロピアさん。どんな名前だ。ハツアンモの方、2度目の方、ありがとう。こんにちは。ほぼ600人おめでとう。230人なんだ。ほぼ、どこがほぼなんだよ。何を絶対腕痛い。いや、バレーね。慣れたら痛くない、全然腕。慣れるまではあれだけどさ。腕赤くなったりしちゃうけど、ずっとやってたら。痛くない。こんばんは。トヨのレギュラー、タムさん。レギュラーになれる気ないでしょ。こんにちは。自社購入したら600人。どういう計算なのよ。ポジションとか、ポジションはバックのポジション入ること多かったから。でも、そんな、決まってない。入るタイミングとやめたタイミングが、なんか、悪くて。入ったタイミング遅くてバレー始めるタイミングが。
だからレギュラーにレギュラーではなかった。もう5年、小学校5年生から始めてあれ。遅かったのね。もうなんかその時のそのチームのレギュラーの子はもう小学校1年生から始めてる子たちみたいな。もうやってる歴が全然違くて。あと中学校の時もその先輩が先輩から順にレギュラー入っていくから。だから、あの、先輩がいるうちに辞めたからさ。だから、レギュラーになる前に辞めちゃった。こんにちは、でも。正午遅いね。みんなだいぶ、あの、小学校1年生とかから始めるから。正午で入ったら、遅い。いつもの方に。どうもこんにちは。もう四捨五入して600人おめでとう。四捨五入しても600人なんないよ。なんない。初物の方ありがとう。こんにちは。慣れるまでにやめそう、バレ。大丈夫。バレ、慣れる、慣れる。今からでもバレ、始める気で踊る方、ないよ。ないない。さっき最初、リプだった55点で久しぶりのうちグラスだった。セリフむずいよむずいよ。こんにちは、どうも。ポジションどこですか？さっき話してたじゃん。さっき話してたじゃん。今話してんー、だからあのレギュラーになる前にやめちゃったからポジション確定してない。んー、まあ、セッターは無理だな。トス苦手だから。クラブチームは変わってたけど、クラブチームはなんかそのポジションが確定してなかったから、そのなんかその時にいる人たちで自分が入れるところに入っていくみたいな、なんか空いてるところに入ってたから、まあ基本後ろだけど後衛バックのポジション入ってた。リベロはねクラブチームでしか行ったことないんだよね。人数が多い時とかにリベロで入ったりしてたけど、小学校はないからリベロが、中学校からリベロがあって、小学校は出てない。頭の方ありがとう、こんにちは。もう、すぐ行く行くはセッターのイメージ。確かに。でもセッターはまんまセッターくないとな、ブロック飛べないから。アタックできる、できるよ。できるよ。今は無理だけど。まあ、ちょっと無理よ。もう。もう無理。初アーモンの方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。クラムチャウダー好きですか？クラムチャウダー好きよ。超高速、玉拾いが得意技。玉拾いやん。玉拾いじゃん。パワー、セーク、セーク。いや。小中、いや、そんなだね。そんな。もちろん背高い子もいたけど、チームにね。でもあんまりいなかった。こんにちは。初見さんコメントありがとう。ありがとうございます。いつもの方ありがとう。俺にボールをこすって試合中叫んだりするの。漫画のやつ。ないない、そんなこと。ないない。まださんにアタック、私に、私に私がじゃなくて私にな。アルマンさんでました、ありがとう、ありがとうございます。自分はアニベルやってた。リベロもいいよね。リベロサブ打ってないからさ。サブが好きだった。それだけがやだった。リベロも打ってたらいいのに。バレて練習中に変な掛け声出す。変な掛け声。どんな掛け声？掛け声。
妊娠中にする掛け声。ちょっと。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。こんにちは、どうも。ゾムの方ありがとう。パンケーキレシーブ。やるとは多分できるけど、やったことない。パンケーキね、あのなんかもう、地面スレスレのボールをこう、手のひらでこう、入れてポンって。失礼ですね。パンケーキ。どうもの方ありがとう。こんにちは。我は確かに規制あげる。どんなイメージなの？痛そう。いや、パンケーキは痛くない。まあ、当たりどころ悪かったり痛いかもだけど。回転レシーブ、回転レシーブ、したことないし、あんま見たことないね。作品を練習の時3回って、あ、確かに3回とか怖いって言ったりするよね。あとは見てそれっぽいやつ、パンケーキ、どうぞ、パンケーキそれっぽいやつ、一人時間差攻撃、一人、いや一人時間差攻撃できないなよ。できない、そんな構図のこと。兄ちゃん、おうちサーブ、おうち、ん、おうちサーブって何？東洋圏の魔女だ。東洋圏の、それあの鳥店、うん。ご飯屋さんだな。何出せないので、見学してる？見学やろ。じゃお。じゃお。どういう意味を。ダメですか。よいしょ。アタックナンバー懐かしい。アタックナンバー聞いたことあるけど見たことないよ。アザムの方ありがとう。こんにちは。たまん。目の保養になる。目の保養。何言ってんだ。トリテアタック、トリテアタック、なんかちょっと弱そうじゃない？大丈夫？だって女の子だ、だって女の子だ。なんて、何がな、どういうこと？ツーアタック決めた気持ち。ツーアタックって言ったよね、セッターがさ。え？ツーアタック、それで返せた。それ違うか。それアタックってなんだっけ。アタックナンバーはアニメも実写ドラマも。あ、そうなの。実写ドラマは知らなかった。お兄ちゃんとも、たぶんそのいろんな女王なんだ。いろんな王女なんだ。次は何の王女になるって。いろんな王女。うん、初めて聞いたな。二度目の方ありがとう、お兄ちゃん。おばあちゃんが好きだった、アタクナバは。アタクナバは。で、なんか名前聞いたことあるけど、わかんないよ。多分魔女です。私魔女だったの。知らなかったな。最近では KLP の、KLP の、ん？ジャムの方ありがとう。こんにちは。どうも。んー、そういうことか。どういうことだ。どういうことだ。ふっ。いつもの方ありがとう、クリちゃん。東洋の魔女。そう、あれだね。あの、東洋の魔女。東洋の魔女ってなんだっけ。なんだっけ。まだくんちゃった。700キロ。ありがとうございます。ありがとう。魔女さんか、お邪魔。だからお邪魔じゃドリーム歌っちゃったのか、私。ことか。グリフィンドール。ハリーポッター来た。あともなんかありがとう。こんにちは。苦しくたって悲しくたって、コードの中で平気。なんかアタックナンバーワンですか、それ。
わかんないよ、私。オタクだわ。たぶんディズニープリンセスって言ったら眠り姫。ただし、キスして起こしたら怒る。嫌なプリンセス。やばすぎる。ツアタックは2タッチ目で相手コートに返すことと思ってる。あ、じゃああったよか、私の、あの、セッターが返すやつやね。トスすると見せかけて。できないな。トスできない。あ、もやね、T シャツに合う？あれ可愛いよね。めっちゃ気に入ってる。メリージェリーのやつ。メリージェリーなんか毎年ハーマイオニーに出てないっけな。毎年は出てないっけ。なんかあれ以外のやつも出てる。あれ怖くて気に入ってる。慶応短足さん完了ありがとう。あいつね。ツアタックとセッターがトスを上げようと見せかけて相手コートにボールをスパイクで返す攻撃。それだよね。終わった。ちょっと。名前は、夜配信来れたら戻ってるかも。ショールーム、ショールーム。ショールーム。ショールームってないよ。こんにちは、どうも。夏はもんの方、二度目の方、ありがとう、かにちゃん。逃げるの素早くはドッジボール強そう。そんなこともないよ。全然当たっちゃう。タメコナルコ先生はどんなもん、たぶん、私ですか？どんな魔法使えるかな？私の魔法？何がいいかな、どんな魔法がいいかな。なんかその時に食べたいものを出せる魔法がいいな。食べ物。二度目の方ありがとう。こんにちは、どうも。調子悪い人形来てませんよ。ってこと来てない。あ、もう1時早いの。1時間あっても。頑張んないくかな。言わないけど行くの。言わなかったら私絶対に行かないな、外。偉いね。たまにボラでやったら懲役100年。やばすぎ。やばすぎ。二の目の方ありがとう、くにちゃん。あの日たまにかけられた魔法が今でも解けません。私どんな魔法増えたのよ。最近暑すぎてさ、だってもう昼めちゃくちゃ暑いじゃん。出れないよ、すと虫があってもちょっと出るの。あんまり遠出したくないのに。近場も嫌だな、暑い。用事なくて出るの偉いよ。仕事で毎日出てる人も偉すぎるよ。夜も夜でさ、虫がいるじゃん、いっぱい地面に。いや、見えないじゃん、あの黒い虫がさ、G が。夏はそれが嫌だね。おお、昼も夜もいいや。外に出るの。夜なんかちょっとは涼しいけどさ、虫がさ、いや見えないじゃん。この前さ、夜歩いててさ、道暗くて見えなくて、 G が結構近く歩いてて、めっちゃびっくりした。こんにちは、どうも。二度目の方、ありがとう。こんにちは。寝てない、昼も夜も。無理。もう、うち会いたくないからさ、出るんだったらさ、昼だけどさ、暑いしな。それ、私？あなたとはダメチンさんだったんですか。気のせい、気のせい。何が暑いの、虫いるの、虫いる、虫いたよ、いたよ。でも虫するし、虫も出るし、リアルに出されてはない。本当に本当に手が飛ばなければ、ただできるが飛ぶとか分かる。そう、飛ぶんだよ。
とだから G が道の真ん中とかにいるとさ、その道通るのに時間かかっちゃう。なかなか進めない。道の端っこの方にいたらさ、私もさ反対側の端っこ歩けばいいじゃん。とかさ、真ん中の方にいたら歩けなくない。こんにちは、初見さんコメントありがとう。ありがとうございます。ちらこんにちは、どうも。こんにちは。しっかり引きってるよ。引きってるよ。もう出れない。もう夏嫌だ。暑いし、昼。夜はなんかもう地見えないし。夜歩くときだから、そこで、ライトで照らしながら。見えないんだもんだって。絶対に。踏みたくないしね。よかったまず232人、エルフさん完結もありがとうございます。ありがとう。ね、でもなぜか目が合う。なぜか両方とも、確かに見たら両方とも G 踏んだら、まず G 踏んじゃったぞ。 G 踏んじゃったってなんだよ。最悪な歌すぎるでしょ。あ、光に虫ちゃん大丈夫なんだ。でも G 踏みたくないもん。嫌だもん。蹴り飛ばす。無理無理。触りたくない。嫌よ。だから夜は、ちょっと歩けないです。暗くなってからのが涼しいけどさ、虫が、虫が。飛んできた字をレシーブできるか、できるか。なんか、私は元気。いや、無理よ。外歩けないです。歩こう、歩こうじゃない。無理？ケンさん、初見です。ケンさん、コメントありがとう。ありがとうございます。二度目の方、ありがとう。こんにちは。ちなみに、ジア飛ぶとき逃げるんやなくて向かってくる。怖すぎる。やめて。やめて。結局さ、家にいるのが一番なんですよ。さ、暑くないし、家にも合わないし、まあ家の中に出ちゃったらちょっとあれですか。あ、そうの方ありがとう。こんにちは。マスに来て初めてリアルジオ見たとき、角のないカブトムシだと思った。やばすぎる。無理じ。はじめまして、しゅけさんコメントありがとう。ちら、こんにちは。しゅけさんありがとうね、コメント。ありがとうございます。無視、無視できないよ。いいよ、いい、そのダジャレ大丈夫。あんたもの方ありがとう。こんにちは。サングラスしてれば見えなくなる。でも、いるじゃん。いるじゃん。踏んじゃうじゃん。お化け屋敷、陣屋敷、に、陣屋敷、どれが一番いいや。陣屋敷だろ。そっち屋敷だ、圧倒的に。おくい、これ一番。フルテンこぼしたりすると強力なやつになるし。強力なやつって何？え、強くなるってことじゃ。今触覚へし折るとまともにあるけど、いや、へし折れないよ、触れない。こんにちは、どうも。図鑑でしか見たことなかったし、あんなに素早かったら、だんだんと恐怖。でしょ？怖いでしょ？ジン。ジーマッチョ VS タマッチョ。やだ、ジーマッチョ。タマッチョも意味わかんないけど、ジーマッチョ嫌すぎる。ジー屋敷は嫌。あ、そっちのジー。おじいちゃんがいっぱいいる。見たことない大きさ。やだー。やだー。もう嫌ですね。外歩けない。多分の G 愛が半端ない。嫌いなんだよ。好きなわけないだろ。嫌いなんだよ。あつもの方ありがとう。こんにちは。どうも。まさとさんファンレベル11、ありがとうございます。まだかよ。無事ダメだ。虫だけにムシムシするとやられるみたいで、35度以上から45度以上。35度以上から45度以上。暑いな。私も出れなくなっちゃいますと。
こんにちは、初見さんコメントありがとう。こんにちは。タモの顔くらいの大きさの G が世の中に、え、顔くらいの、怖すぎる。もう G の話やめよう。無理だ。やめよう。こんにちは。どう？違う話いきましょう。初見です。初見さんコメントありがとう。ありがとうございます。いつもの方ありがとう。いろはしんちで終わりたくないよ。変えましょう。お昼ご飯何するか待ってます。お昼ご飯、私は今日なんか鶏肉あるから、鶏肉でなんか作ります。人間マジも暑すぎて気づいてることで実質なく、やだーやだ、仲間にしないで。いつもの方ありがとう。コラボありがとうございます。この間のやつ、そう、ごめんな、ヒートアップしちゃうから、よくないわ、よくない。今でも北海道は G いないんじゃない。こんにちは、どうもん。セイナさん100回目の訪問ありがとうございます。ありがとう。鶏肉あるのは熱々だから唐揚げはしない。ちょっと揚げ物はちょっと熱いし大変。ザボの方、2度目の方ありがとう。こんにちは。あら、もう100回ありがとうね、たくさん来てくれてありがとうございます。こんにちは。Gメン、警察のなんちゃら Gメンみたいなやつでしょ。違う、好きだよ、そんな警察24時みたいな出てくるよね。そういう番組好き。いつもの方ありがとう。こんにちは。ヒロはそばとうどんどっちがいいですか。そばかな、私の気分は。今日方も233人ボイドさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ラーメン食べ行こうか考えて。あ、ラーメンいいね。熱いけど。ラーメンはいいよ。万引きはしたことないの。あるわけないだろ。あるわけない。木なんかい。警察24時好き。G メン。メンチ。メンチがいいよ、それ。肉と人参を炊いてスープにしました。冷蔵庫に入れるの忘れてた。やばいじゃん、やばい。異常を持ってる。なんで私が持ってんだ、なんだよ。こんにちは。でも冷たいそば買ってくる。いいね、そば。とろろそばが食べたい。とろろが食べたい私。お疲れ様です。お疲れ様。蕎麦屋さん行ってみたいんだよね、蕎麦屋。蕎麦屋さん。蕎麦屋さん、私、多分行ったことなくて、うどん屋さんもあるけど、蕎麦ないから、行ってみたい。今日は憧れてないよ。憧れてない。ミニスカポリスは来ないです。来ない。いないです。多分逮捕されたい。何言ってんだろ。いつもの方ありがとう。こんにちは。長寿庵。長寿庵、ね、それそば屋さん。いい大阪線覚える、覚える。レースがもはや犯罪か。本当に？本当に？あれだね。僕もタモのそばにいたい。そば違いだ。そばに。いつもの方ありがとう。こんにちは。タモ。タモにつくまいたい。タフしちゃうぞ。言われたい。みんな何言ってんだ？何言ってんだ？いつもの方ありがとう。こんにちは。あんたじゃあれです。分かってるよ。そばだけにね。そばにそばです。
ダジャレ来たよ。そばにそばさないよ。富士そばめっちゃあります。吉そば、箱根そば、まあ、サラリーマンです。富士そば、あの駅にあるやつだっけ、あのホームとかに。行ったことないんだよね、ああいうの。行ってみたい。あやまてやまさんのヒット曲でそば屋にいるね、今度って。そば屋にいるね。え、わかんないよ。聞いたことないか。あ、13分ランキングもなきゃ。トム結果になら、貯金取られた方がいい。貯金取られた方がいいぞ。何言ってんだよ。トムこうしたら掃除がそうめんどくさい。でしょ、言ってんな、今日。じゃあ、ランキング見ますね。ピカタマス240で、これ三振しないよ。じゃあ、15位からランキング見ます。あ、15位じゃない、ちょっと13位。じゃあ、なんで15位って言ったんだろう。13位から見ますね。13位、お豆さん、ありがとうございます。12位、リンさん、ありがとうございます。11位、マモさん、ありがとうございます。10位、りょうさん、ありがとうございます。9位、ブルーズさん、ありがとうございます。8位、ランタンさん、ありがとうございます。7位、カネオンさん、ありがとうございます。6位、ウタさん、ありがとうございます。5位、シーサーさん、ありがとうございます。4位、94サルさん、ありがとうございます。3位、フロマンさん、ありがとうございます。2位、やさとまく、目薬忘れないさん、ありがとうございます。そして1位が、今日買ったムズがほぼ600円になりましたさん。グランツさん、ありがとうございます。ありがとう。ね。みんなありがとうございます。目薬ね、忘れないようにします。ありがとう、昼配信。夜配信は、6時ぐらいからするかなと。ぐらいからすると思います。18時台ぐらいだと思います。2回しようと思ってる。お昼寝しない今日。時間なさそう。ご飯食べてちょっと買い物行かなきゃ。寝ないよ。いつもの方ありがとう、こんにちは。じゃあそろそろ会うかな。そういう方買ってくる。まあ、あればね。ないかもしれない。今日はまず234人、まこちゃさん、今月もありがとうございます。あと外に出ようとしてもさ、西か東、西で西に行きましょう。じゃあそろそろ終わろうかな。うん、こんにちは、初見さん、コメントありがとう。じゃあ、お仕事ある方頑張ってください。頑張ってね、熱中症気をつけて。じゃあまた夜配信で、ありがとうございました。今日もお披露目し。またねー。バイ